アイテム実況のパート19を始めていきたいと思います。前回で、第6章、おそらく、表ストーリー最後のボスであるこのマガルギ、幻魔王を操っていた、幻魔王に乗っ取っていたマガルギまでね、たどり着いたんですよね。なんだっけ、アレフガルドだっけっていう大陸でたんですけど、まあ、前回はちょっとボロボロの状態で挑んだので、ちなみにあれなんですよね。一回、幻魔の王、普通の人間状態で戦って、まあ、それはね、全然余裕で勝ってたんやけど、第二形態がこの完全に化け物モンスター状態のマガルギって名前のボスなんだよね。で、こいつにはちょっと疲労した状態だったので、疲弊した状態だったんでボコられたんですけど、ま、今回は一応ね、HP とか MP とか万全の状態なので、まあ、これ万全な状態で挑んだらどうなるかってのをね、今回は、やっていこうか。まあ、普通に倒せるなら倒せるだし、ちょっとまだ無理そうだなって思ったら、もう一回転身してね、強いモンスターにしてから、まあ、挑んでもいいかなって感じだし、まあ、とりあえずね、挑んでみましょうか。まずは。これ、一回前回ね、負けてゲームオーバーになったんですけど、あ、ゲームオーバーではないか。普通に全滅したんだけど、そうすると人間状態の幻魔の王ではなくて、いきなり第二形態からやれるんで、まあ、それはいいですね。さあ、BGM がこのなんか、完全ラスボス戦の BGM になってる。さあ、でもこいつがどういう攻撃してくるかって、まだそこまで分かってないんだよね。まあ、とりあえず、一回お任せで戦ってみるか。マガルギ。これ、手、やば、347。手元がなんかこれ、目玉ですよね、これね。翼があって、で、胴体はなんか蛇になってんの、これ。なんか、オルゴディミーラとなんか似てるよな。え、オルゴディミーラもあれだよね、胴体が確かイモムシだか蛇だかなんかそんな感じだよね。似てる気がする、マジで。これさ、ビーナスこれワンパンに殺されんじゃねえか。やばくねえか、これ。ビーナス殴られたらワンパンでやられるんだけど、多分。それはやばい。これスクルートした方がいいかな。一回ぐらいスクルートした方がいいかもしんねえな。お前、遅えよ。いや、スクルートちょ、待って。最初に初手スクルートした方がいいな。いや、初手スクルートした方がいいなって、これワンパンでやれるのだるいな。キラーマシンにしたらマジでミス。マジでミス。それさえなければ。キラーマシンマジ弱え。これ回復間に合うかな、次キャロル。なんかボスが単純に通常攻撃が火力が高いのってなんか珍しいよね。待ってよ。スクルートして、これはベホマでいいか。これベホマこれ間に合うかな？まあ、いいや。さあ、スクルートしたらどんぐらいワンパンでやれんだよ、マジで。呪いの言葉。うわー、呪われんの最悪や、これ。呪いはエグいんだよな。え、この BGM もこれ、歴代の作品の BGM？ ちょっとわかんないけど。もう一回スクートしよう。そう、呪いになるとね、行動できなかったり、味方を攻撃したり、いろいろあるからね。まあでも、ボスが AI 一回行動で、で、しかも、攻撃をしてこないことがあるっていうのは、まあ、いいね。それはそれで。さあ、どうだ。おー、まあ、ワンパンじゃなきゃいいや。とりあえず。うん。え、これ、スクルートの効果ってさ、これずっとじゃねえよな。
いこれずっとだったらこれ強すぎやろ。最強だろそれマジで。だ何ターンか経ったらこれあれだよね、解除されるよね確か。いいなこれ、ずっとこれ呪いの言葉つぶやきしまくってればこれ勝てるぞ。ダメージ食わねえかなこれ。え、これスケートの効果もしずっと残るならば余裕で勝てるやんこれ。これルカナンもやってみるじゃん、試しに。ルカナン入るかな、どうだろう。おお、135しか食らねえ。お、おルカナ入った。マジで。全然呪文効くやん。うわギガで。えぐいダメージだ相変わらず。ルカナしたらめっちゃかダメージ入るようになった。あ？一回だけ聞くの？マジかよ。マジか。どうしよう。命大事にして、で、道具で、アモミズを、ビーナス、まあ、一応スラムにしよっか。痛い。こう、同士打ちするからね、呪われると。240? やっぱこれスクート解除されてね、解除されてる臭いな。命大事にしてムカモ水でスラロン回復。いやーつーええぐいなこれダメージ量が。いやザオララ使ってくれ。いやビーナスクソ足一般なマジでこれ。あ、でもスクートまだ残ってるかな。キラーマシンが超絶足引っ張ってんだマジで。おー、なんでキャロル回復した今。ザオラルを使ってくれ頼むから。こうセーブして真空波。あー、これダメージ食らうのか。なんかいてつく波動的なやつかと思った。はい、失敗した。成功するまでやる。成功するまでやる。この BGM がなんかね、緊張感があるよね。サオラの成功確率マジ低いんだよな、今作。よしよし。したら、まあ、いや、命大事にして、で、向こうも水。え、待って、回復アイテムが6にねえんだよな。世界樹の葉。世界樹の雫。世界中入っぱんな。まあ、使ってもいいか。雨水をキャロル。とりあえずキャロルに。なんかスクートでも残ってる臭いな。多分。やべえ、もう雨水ねえな、これ。しよっかなー。キャロル耐えられるかあれ。キャロル耐えられる読みでビーナス回復しよう。よしよしよし、まあまあまあいいでしょう。でもギガディンされたらスクート関係ねえからやられんな、これやべえな。HP どんぐらいあるんだろうなこいつ。
ルカにまだ残ってるか。え、スクラウトこれ A 級か、なんか A 級臭いね、見た感じ。はい、やられた。やべえ、ザオラを使わねえとな、これ。いってえ、そう、キラーマシーン。デイン弱点なんだよな。ちょっと待って、これ。ロードショー。ボミエ？いやー、弱っ。クソゴミやん。一体の翼下げるだけかよ。クソゴミでクサ。セーブしとこう。あ？あ、そっか。死んで復活させたやつはあれだ。スクートの効果切れてんのか。じゃあスクートした方がいいな。あれ？なんだこれ、ダメージ量がなんか、結構幅があるのか。はい、もうなんかもう集中狙いばっかされんな、マジで。もういいや、めんどくせえ。あー、でもな、あんま使いたくねえな。で、次にベゴマ。いやー、強いね、マガルギ。はい、もうこいつ狙われすぎだろ。なんでこいつばっか狙われんの。ボミエ、素早さはほぼ関係ねえよな。敵一体しかいねえんだから。デイン系の呪文ってこれ主人公陣営しか使えないんじゃなかったっけ。敵も使ってくんの。なんか勇者が使う技じゃなかったっけ。デインってギガディン、ミナディンとか違ったっけ。普通に敵モンスター使ってくんね。ボミラスボスがボミエはやばいだろ。もうひたすら作ると、まあとりあえずワンパンでやらなければいいや。もうソロも上がんない。限界に達したか。まあ普通ラスボスって言ったら AI 2回行動とかだよね。うわ、自爆しやがったこいつ。ふざけんなよ。なんかもう一人は完全にサポートに入って75しか食らん。やばすぎだろ。もう実質二人しか戦えないよなこれ。ちょ
うわ、攻撃の出し手が少ないからな。だいぶ苦戦するね、これ。これ、スクルーとしてもギガディンで殺されっかんな。気をつけねえと。さあ、言うて結構ダメージ入ったんじゃねえの、もう。どうなんだろう。これ、ルカナンまだ入るかな。ああ、これ以上無理だ。オッケー。じゃあ、あとは任せよう。スクルト。いや、お前もちょっとそろそろ殴りに行こう。じゃあ、でもいや、自分もういいや、こいつ命令しよう、自分で。ボミエ使ってくるラスボスとかいた今まで。直々セーブしないとね。確かさ、ボミエの上がさ、ボミオスっていうやつがあったよね。全体の、あ、どうした、翼下げるやつ。ボミオスじゃなくてボミエっていうな、まさかの。さあ、終わりか、これ。まだある、変身。グオー、まだ俺は破れたわけでは。おのれ、許さん、許さんぞー。うわ、抜けた。いや、お前そんな顔してたんか。やったね、俺、僕兄ちゃん。僕たち勝てたみたい。私は一体何をしていたのでしょう。ひ、まさかまだ？あれ？なんか声が違うね。私は幻魔の王マガルギ。あなた方が私を救ってくれたのですね。私は何者かに体を乗っ取られていたようです。その者はロトの力を狙い、私はあなた方を利用したのでしょう。あなた方にロトの王母を集めさせ、その力を得ようと。ロトのオーバーは今未来を担う子供たちにのみ触れられるもの。きっと世界中の子供たちを甘い言葉でそそのかしたのですね。あなたたちのように勇気ある子供たちがいることを知っていたのです。ロトは一人の人間を指し示す言葉ではありません。そして勇者とは勇気ある者のこと。それは自分で名乗るものではなく、勇気を持って行動する者がいずれロトと呼ばれるようになるのです。それこそがロトの勇者なのです。ロトの勇者、それよりも僕はお父さんたちの病気を治してほしい。操られていたとはいえ、ご迷惑をおかけしてしまいました。私の力で何とかその願い叶えてみせましょう。ルインのご両親の病気と、そしてオルボコを元の世界に。なんで名乗ってないの、名前知ってんの。え、元の世界ってどういうこと。もしかしてオルボク兄ちゃんは。そう、オルボク。そしてフォズは、この世界に生まれたものである。フォズは、フォズ。いや、別にフォズって名前出さんでもな。こことはまた違う世界に生きるものなんです。帰らねばなれません。そうなんだ、全然知らなかったよ。でもいいんだ、そんなこと。オルボク兄ちゃんがいてくれたから僕たちはここまで来れたんだから。それでは願いを叶えます。お行きなさい、二人とも。ありがとうオルボク、ありがとうルイン。私を救ってくれて本当に感謝しています。え、他のゲンマはどうなった。なんかいたよな。バトルレックス？あ、そこいいのか。あ？エンディング？なんだこのムービーは。
こいつは結局男なのか女なのかわからんな。いたねこんなボス。裏ボスでいろんなボスいるらしいね。なんかエスタークとかもいる。あ、エスタークじゃねえ、マスタードラゴンだっけ、とかもなんか出てくるらしいよ。戦いたいですね。あ、治ってるね、両親の具合。アスタフローリア、ドラゴンクエストモンスターズキャラバンハート。まあ、曲がりラスボス曲がりぎ、まあ、強かったけど、なんか、まあ、地味っちゃ地味だよな。いや、見た目はかっこいいけど、なんかこの行動手段がだいぶ地味だったね。杉山浩一、お、なんだなんだ。こんな、あ、これルイン、もしかして。お前そんな見た目だ、金髪なのや。これはあの最初の戦士か。なんだこの兜は。でソウルだろ次。え、あ、男、あ、男、え、手に持ってんの何あれ、コンボ。コンボ持ってんだけど、なんか出た、ガキしずし。いや、こいつめちゃめちゃクビにしたかったな、マジで。踊り子。いたね。踊り子なんか、デブじゃね。へそ出ししてんだけど。これ最後に仲間になってたやつのイラストが出てくるのかな。これ商人かな。魔法使い。アリッサだっけ。クソガキやん。いや、こいつマジクビにしてよかったな。武闘家。ガキ商人。いや、やっぱ仲間に、最後仲間にしてたやつが、このイラストが出てきてるっぽいな、多分。あ、でもそうじゃないか。一術師だね、これ。お注射持ってる。俺は騎士。お前剣持ってんのに攻撃しろよ、だったら。盾だけやん、お前使ってんの。これは、あ、ジュラだな、これ。剣士やの。かっけえな、なんか。レイピア持ってんじゃん。これ銀融詩人かな？ボルドーか、こいつまさかやけど。テストプレイって何やねん。え？あ、魔物使いかな、多分。目が見えてない。これは、賢者かな、多分。おそらく。これ料理人。お玉が変なとこから出てるな。これ釣り師やな。これはフォズだよね。かわいい。めっちゃ美人やん。これキーファやな。あれやっぱシルクハットやったんや、背中にかけてた。縦に見えんだよな、あれ。2003年、エニックス。
オルブク兄ちゃん、今まで本当にありがとう。オルブク兄ちゃんがいなかったらきっと僕途中でやめてた。本当はずっと一緒に旅をしていたいけど、オルブク兄ちゃんも早く自分の家に帰らないとね。さよならは言わないよ。いつでも遊びに来てくれるよね。僕はこれからもキャラバンのみんなと旅を続けたいと思ってるんだ。てかさ、異世界から来たのが主人公キーファとフォズの2人だけっておかしいよな。絶対他にもいっぱいいるよな。でもたまに ここにも帰ってくるよ。オルボク兄ちゃんが来てないか見るために。それでオルボク兄ちゃん元気でね。あ、なんか動ける。これで帰らないって選択ができるのか、もしかして。短い間でしたが、皆さんというのは楽しかったです。転身のおかげで私の修行もはかどったと感じています。あなたもこの旅で学んだことは多かったのではありませんか。あなた自身が気づいていなくても、きっとあなたは何かを学んでいます。この旅は決して無駄ではなかったと思える時が来るでしょう。では私も自分の世界に帰ろうと思います。しかしもしこちらで何か困ったことがあったら呼んでくれと、ルイに伝えておきました。またお会いできるかもしれませんね。それではごきげんよう、俺僕。皆さんもお元気で。フォズ姉ちゃんもありがとう。天使すごかったよ。元気でね。向こうでも達者でな。たまにはわしらも思い出してくれよ。ああ、帰っちゃった。どこ行くの、俺僕兄ちゃん。元の世界に帰るんだから、そこの光の渦に入らないと。それでは俺僕兄ちゃん、元気でね。わしは初めて会った時からなんとなくじゃが思っておったよ。オルブクは どこかわしらと違う感じがしていたんじゃ。もしだと思うが、グランエスタドというのは城の名前ではないのかの。違うのか。わしはてっきりオルブクは 王族の血筋のものかと。何せオルブクに人を引きつける力があるのは確かじゃ。オルブクにはぜひ人の上に立つ仕事を目指してもらいたいの。なおドラク、なおドラクエ7。やはりオルブクは王族の血筋のものじゃったのか。なるほど、人を引きつける力がオルブクにあるのも納得できたわい。気をつけて帰るんじゃぞ。城の者たちも心配しておるじゃろうて。早く行ってよ。いつまでも見送るのつらいから。それじゃオルブク兄ちゃん元気でね。あー、なんかメニュー画面開けねえ。じゃあ帰るか。さよならオルブク兄ちゃん。僕絶対忘れないよ。一緒に旅したこと、笑ったこと、泣いたこと、全部元気でね、オルブク兄ちゃん。お、ゲンマ。おお、え、なになに、なに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 、え、え、なに、なんかタイトルから出てきた。え、戻った、オープニング画面。あ、そういうわけじゃない。え、さっきのなんだ、なんだろうね。三つ目は目玉があったけど、あれが何だったのかちょっと分かんない。記録に10秒かかりますって1秒で終わった件に関して。あー、タイトル戻った。さあ、こっからクリア後の世界ができますね。で、クリア後の要素が結構いっぱいあるらしいんで、まあ、見ていきましょう。一応ここまでのプレイ時間は28時間。キャラは魔物3体、人間20人、コロ30個、仲間にした魔物13種類、スライム系5体、動物系2体、ドローン系2体、自然系2体、物質系2体、悪魔系0、天使系0。28時間待ってよこのゲーム。めっちゃやっとるやん。さあ帰ってきた。あ、オルブク王子、ずいぶん長くタンスに隠れていたみたいですけど、もしかして居眠りでも しちゃいました。あらら、まったく王子ったら。あら、なんかオルブク王子、急に背が伸びてません？私の気のせいかしら。おっとっと、それは置いといて。もうそろそろ王様のお怒りも静まってこうでしょう。もう一度改めて謝ってきた方がいいかもしれませんよ。これいけんのかな、こっちからもしかして。あれ、オルブク王子ですよね。いやいや、急に大人っぽくなって驚きましたが、オルブク王子ですよね。それにしても今まで一体どこに隠れていたのですか。王様に命令されて我々も城の中を探し回っていたんですよ。さすがオルブク王子、隠れるのはもう慣れっこというわけですね。わはは。なんでも階段の下がいきなりあそこの部屋、
あそこの部屋に通じてるんだよ。リーサ、オルブク兄ちゃんがどこに隠れていたのかリーサは知ってるよ。オルブク兄ちゃんの部屋のタンスの中でしょ。あれ違ったんだ。うん、そうするとどっかな。ベッドの下は無理そうだし、階段の影とかもかな。あ、やっぱりタンスって隠れるのちょうどいいよね。青鬼定期。とにかく私が王を眺めてみたところ、なんとか王は聞き入れてくださった。しかしオルブク王子、もうこれっきりしてくださるよ。む、オルブクか、今までどこに隠れとった。まあよい、先ほどはわしも大人げなかったと思っておる。しかしな、オルブク、口うるさく言うようだが、お前はこの国の王子、ゆくゆくはお前もわしの後を継ぎこの国の王となるのだ。王の役目は人を導きまとめ上げ国を豊かにすることなのだ。それには自分のやりたいことだけを勝手にやっていてはダメなのだよ。なおドラクエ7、分かってくれるな。俺僕そうか、分からぬか。まだお前には早いのかもしれぬな。今日はもう遅い、そろそろ部屋に戻り休むがいいぞ。そんな夜なの今。俺僕お兄ちゃん少し大きくなった。もう炭酸の中はきしそうだから別の隠れ場所を見つけないと。オルブク王子、王様とはお話ししてきましたか。王様の王子の将来を心配しているんですよ。王というよりも一人の親としてそれを分かってあげてくださいね。それで今日はそろそろお休みなさいな。ベッドの用意はしておきましたよ。では私はこれでお休みなさいませ、オルブク王子。さあ行けんのかな。オルブクは炭素を調べた。いけないな、寝るか。オルブクはベッドを調べた。オルブクはいつも使っているベッドだ。今日はもう休みますか。はい。オルブクは目を閉じた。やがてオルブクは眠りに落ちた。また何か語りかけてくんじゃねえの。はやっぱりな。どっか多分声が聞こえてきた。さあルインか。オルブク、オルブク、私の声が聞こえますか。いや、フォズかな。なんかフォズっぽくね。いや、ゲンマ王か、それとも。あ、ゲンマ王。あ、お前女やったんや。私はゲンマ王マガルギ、あなたに作られたものです。あ、マガルギはあのモンスターの名前じゃなくてこのゲンマ王の名前なんや。元の世界に帰ったばかりのあなたに頼むのは辛いのですが、私たちの世界に闇が訪れようとしています。またどうか今一度あなたの力を貸してください。お願いします、オルボク、オルボク。じゃあ操られて言った時の見た目のゲンマ王は完全に違う、別人やったんやな。あたりは不思議と静まり返っている。どっかいつもと違う雰囲気だ。出た、見えない壁。光る渦の中から手紙のようなものがオルブクに向かって飛んできた。オルブクはその手紙を読んだ。オルブク兄ちゃんへ、お元気ですか。僕ルインです。オルブク兄ちゃんが帰ってからもうだいぶ時間が過ぎたけど、あ、だいぶ時間過ぎちゃったんだ。じゃあもうちょっと成長してんじゃないの。今こちらでは結構大変なことが起ころうとしているみたいです。僕たちはゲンマ王に頼まれて、またキャラバンで旅に出ようと思っています。オルブク兄ちゃん、お願いです。僕たちに力を貸してください。また会えるように迷いの森で待っています。僕らのリーダー、オルブク兄ちゃんへ、ルイン。オルブクが読み終えると手紙は光に包まれて消えてしまった。さあ、闇ってのは何なんだろうな。何のモンスターだろう。まあ、ちなみに俺、キャラバンハートクリア しなかったんで、初めてやった時。だからこのクリア後の要素何があるのか全然知らないですね。ストーリーとかも。オルブク兄ちゃん、よかった、来てくれたんだね。ここに来てみたら、光る渦があったからもしかしたと思って、急いで手紙を書いて渦に投げ込んでみたんだ。オルブク兄ちゃん、また僕たちのリーダーやってくれるよね。嫌でーす。え？だってリーダーしてくれからまたここに来てくれたんだよね。違います。はい、しか選べないし。ありがとう、オルブク兄ちゃん。またよろしくね。さあ、キャンプへ行こうよ。詳しい話はそこでするから。もちろん、キャラバンの仲間たちもみんな揃ってるよ。それじゃ、出発！オルブクは、キャラバンリーダーになった。おー、ちゃんといるわ、ほんまに。おー、オルブクではないか。よくぞ来てくれたの。
これでまた僕たちは旅に出ることができるね。焦ったらならんぞ、ルイン。オルブクはまだ何も知らないのじゃ。あれね、オルブク兄ちゃん。僕またゲンマ王の夢を見たんだ。ゲンマ王はこの世界に闇が訪れようとしてるって言ってた。あの時ゲンマ王に取り付き操っていたという謎の魔物、そいつの行方が分かっておらん。おそらくはそいつのことだろう。ああじゃあまだえ、ロトのオーブを集めた僕たちならきっとそいつも探し出せると思う。まだ死んだわけじゃないんや。だから僕たちはまたキャラマンで旅に出ることにしたんだ。もちろんオルブク兄ちゃんも一緒にいてくれるよね。嫌です。そんなこと言わないでよ。ここに来たのはそのためなんだよね。違います。やっぱりオルブク兄ちゃんならそう言ってくれと思ったよ。まずはゲンモーに会いに行こうと思ってるんだ。カラーオーブのこととか気になることもあるんだけどね。何カラーオーブって。早速出発しようかね、オルブク兄ちゃん。あ、そうだ、キャラバンのみんなもオルブク兄ちゃんに会いたがってたから、みんなとも会ってきた方がいいかな。今のこの世界の話も聞けるからね。僕は馬車の前で待ってるよ。さて、俺僕、編成の仕方は忘れてはおらんよな。これからも仲間が増えるじゃろう。しっかり編成するんじゃぞい。いや、つっても20人までじゃなかったっけ、仲間。変わってねえ、重さとか。もう完全にラスボス用に全部アタッカーにしたからね。とりあえずラスボス戦は終わったんで、人間入れていくか。また魔物使い、魔物使いと印入れとくか。ギャウーギャ。ヨーリーだ、久しぶりだな。俺を忘れてねえか。俺は俺僕のことを忘れた日はなかったぜ。まず一緒に旅ができるかと思うと気合が入るぜ。すげえ、ダークスライムがビョン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 してるよ。キラーマシンなんか見た目なんかめっちゃ貧弱そうに見えるんだけど、カカロンさんもいなくなっちゃったみたいなんだ。どこ行っちゃったのかな。おいらとっても気になるよ。さっきお昼寝したらまた夢を見たんだ。ゲームオーが出てきてオルブク兄ちゃんやフォズ姉ちゃんを呼んでたんだ。これってマサ夢ってやつだよね。私の占いによると、カラーオーブについて話そうと思ったが、それどころじゃないぜ。ゲンマ王に名指しで呼ばれるなんて、ルインも俺もすごいよな。まあ、この世界を救えるのはやはり俺たちしかいないってわけだ。いや、お前も含まれとるんかい。お前は何の役に立ってるんだ、一体。いや、フォズいねえし。ポズがおらんので今は転身はできないのである。俺もと同じようにポズも戻ってきてくれればいいのであるが。あ、戻ってきた。おお、戻ってきたであるか、ポズ。はい、私の転身の力もっと必要だろうと思いやってきました。あ、ごめん、きっと必要だろうと思いやってきました。またお世話になりますね、博士。それから俺も、あ、なにこれ、魔物図鑑を見る。魔物図鑑、スライム系。あ、転身するんじゃないと書いてあるんじゃん、これ。金スラ、バブ金、
あ、これなんだ、サイアンビフォーマーズンかな、ダークナイト。これエンディアスライムかな。あー、これスライムなんだっけ、スライムゴールデン、ゴールデンスライムなんだっけ、ダークキング、なにこれ。ダークスライムデブったな。うわ、星5じゃねえかよこれ、めっちゃ強そう。なんだこれ、なにこれ。変身するにはが書いてあるやつと書いてないやつがあるけど、これはどういうことなんだろうな。キングレオかこれ。魔獣系、スライム系、動物系、魔獣、ドラゴン系じゃなくて、これ魔獣系と、あ、魔獣って位置づけなんやこれ。魔獣？あ、なるほど。だからオークとかも含まれてたのか。そういうことか。ソードラゴンかっけえな。頭に生えている剣。あ、剣が生えてんのこれ。ガーゴイル。これヤマタのオロチだろ、これ。ははは。バトルレックス、グレートドラゴン、かっけえな、やっぱカオスドレイク、これ神竜かな多分。ローズバトラー、なんだこれ、カマキリ、全然わかんねえけどかっこいいな。動く石像を作った後残った石使えた。いやでも動く石像、あ、動く石像いたか。キラーマシーン、グリフィンクス、お、キラーマシーン2じゃねこれ。あ、これあれじゃん、キラーマシーンドラゴンじゃん。じゃあ何だっけ名前。キラーマシーンのドラゴンのやついたよな、悪魔系。実はドラゴンの方が人間を操っている。なんだその設定は。あ、ワイト、これワイトだろ多分、ワイトか嘆きの亡霊らへんかな。え、グラコスってね、これ悪魔系だったの。これはエビリプリストか、なんだろうこれ、わかんねえ。エレメント系、エレメント系って位置づけなんだ。なにこれ、え、なんか、なにこれ、ボス、なにこれ、絶対強いやつやんこれ。なんだこれ、ドラゴンだろこれ、なにだこれ。ちっちゃいのできた。なにこれ、あ、カカロンやんこれ。カカロン、クシャラミ、バルバル。あ、これ一回戦ったことがあるやつは一応勝利されねえや。で、ドメディかなこれ。これは竜王だろ見た目的に。うわぁ、デュランいいんじゃん。絶対デュランやん、これ。
なこれ何ちっちゃいやつ何これちっちゃいやつなんだよこれマジで。ワタボウとかかな、ワタボウ、ワルボウか、もうわかんねえ、この辺わからん。あ、でもさっきあれっぽいな、曲がりぎっぽいな、曲がりぎっぽくないかこれ多分。ラスボスの。これ、こいつは何やねんこれさっきから。どうもくみたいな見た目のやつは。200で最後。全200体いんのか。全200体いて200番目のモンスターは何だろうな、これわかんねえな。絶対一番最強のモンスターだよね、きっとね。なんだろうね、これ。これシルエットわかるか、これ。これドラゴンだろ、これ。なーにこれ。マスタードラゴンとかそこら辺のやつ、ま、マスター、いや、どうだろう。系統とは。悪魔系、成長が遅い魔獣系、まあ、ドラゴン系。いや、バトルレックス結構成長早かったけどな。それよりも物質系のキラーマシンの方が尋常じゃなくて遅かったけどね。エレメント系、魔物ランク、変身、すげえ、スライムプラス10になってんな、あいつ。キラーマシンがもうキラーマシンやめっか、マジで。こいつほんまに足引っ張らなくていっかんな。グレートドラゴンの心ある。ダークキングの心。ダークキング星5回はすげえな、マジで。あ？ダーククリスタル。何ダーククリスタルって。じゃあやってみようぜ。いや、ちょっと待って、逆に星5のダークキングのこれ使ったらこれどうなんだ。モンスターグリフィンクス、スピンスライム、何全然知らないやつばっかやな、これ。スピンスライムって何、初めて聞いたんだけど。ダークキングのこれってよっぽどレアなんだね。スピンスライム知らないわ。どういうやつ、なんだこいつ。え、これ星 5？ これ星5なん、わかんないけど。え、何もんだよお前、これ星 5？ マジでこの見た目で星5なんだ。全然知らねえけど、マジかよ。ダークキングのこれで、ダークセルゲーナス知らねえ。何セルゲーナス、初めて聞いた。何セルゲーナスって。魔獣系、まあ、多分ドラゴンじゃねえな。
なんだろうな、どんなやつだろう。ああ、なんだっけこれ、コロモンスターな、別のカラーリングのやつは知ってる。フェルゲーナス、へえ、なんだっけこいつ、元のモンスターの忘れたけど、色違いだよねあれね、多分ね。腐れ魔人にもなれるしな。グリフィンクスとか腐れ魔人とかローズバターとか星5だったんやな。ダーククリスタってどういうやつ。すごい。え、なにこれ、キラーマシン系統のモンスターなのかこれ。かっけー、なんかモンハン出てきそうな 見た目してる。まあいいや。キラーマシン2が作れるのはキラーマシン2作りたいね。まあ天使はとりあえず置いといて、地図紙もう組みできるかな、ええ加減。いや、なんで端っこにいんの。めっちゃ端っこにいんだけど。この端っこにいるのこいつらは。ラザトーム城、じゃあアレフガルトじゃないんだ。このテントは何、弱めと弱めの相手と戦うときは使っていいって言ったけど、弱めの相手どころじゃなくて強い相手にもめちゃめちゃ使えるんだよなこいつ。最強だよなマジで。あー、スミスのとこ行くんだ。スミス仲間になるのかな、じゃあ仲間のやつやね。ちょっと行ってみるか今度。さあもういいかな準備。うん、行くか。みんなに待ってきた。みんなはとっても元気だったでしょ。じゃあそうそう出発しようか、俺も兄ちゃん。アレフガルドの ラダトーム城でゲンマ王が僕たちを待ってるんだ。とその前にお父さんたちにこれから断ってかんのがいいかな。まだ心配させるといけないし、ちょっとデリカンダルに寄っていこう。それじゃ出発しようよ。よし行こう。あれ待って、呼び寄せの翼ねえとだるいことあるな。で鬼滅場もある。じゃあ行っか。え、これモンスター変わってる、ちなみに敵外のこれどこだっていうか、モンスター変わってる。いや変わってねー、戦う必要ねー。さすがにこの雑魚は戦う必要ないだろ、さすがに。これなんか強くなってるとかじゃないよね。いや戦闘する必要全くねえな、これ1ポイントしか入んねえし。あー港まで行くのだるいな。もういいわこれ、バトランで戦う必要性がねえマジで。これお、なにこいつ。ははは、なにこいつ。マッスルコング、え、お前絶対お前ここら辺出てくる敵じゃねえだろ。なにこいつ。あー、せっかくもらえなかったな。
さっきのマステコングって何だったんだろう。デルコンだってこの下か。もうええわ。この辺の敵はもう戦い必要性がねえ。ルインの家。あ、待って。他の施設行ったら仲間のやついるかな。もしかして。なんかいそうじゃね。いや、いないな、ここには。うん、いないね。誰かいるかな。あ、商人。いや、でもこれ違うよ、違うよな。やっぱ仲間になるやついねえか。カラーオーブで悩んねえんだから。お屋敷。お屋敷ってなんだっけ。あ、蝶々がいるとこか。カラーオーブってなんぞ。なんか体調崩してる住人がいっぱいいるね。何なんだろう。ルインの両親は元気なのか。ウェイン、ルインか。オルブクはやはりこの世界に来てくれたようだな。あれしてたんだね、お父さん。オルブク兄ちゃんが探しに行ったこと分かるさ。お前の父親なんだからな。オルブクよく来てくれたな。再びルインたちのリーダーになってくれて言うんだろう。うん、僕たちまた旅に出るよ。いいよね、お父さん。ああ、もちろんだと思う。実はな、俺も再び旅に出ようと思うんだ。永遠なら僕たちと一緒に来てくれるんだね。いや、もうお前たちには俺が手を貸す必要なんないだろう。俺は珍しいスライムを探すために出ようと思う。世界のどっかにスライムの楽園ができたみたいだしな。もしかしたらそのスライムの楽園で会えるかもしれないな。じゃあまたな。スライムの楽園。二人の病気は治ったんじゃが、今度は、周りのものに増えてきよった。移ったとは考えられんし、一体どうなっておるのじゃろうな。レイン、お帰りなさい。あら、もしかしてあなたは俺僕。レインが迷いの森に行くって言ったのはこういうことだったのね。うん、そうなんだ、お母さん。オルブク兄ちゃんが来てくれたんだ。だが僕はまたみんなで旅に出るよ。いいよね、お母さん。ダメって言っても一級でしょ。決して無理をしてはダメよ。いいわね。うん、ありがとう。行ってくるね。お弁当作っておいたわ。お腹が空いたら食べてね。オルブクはお弁当を受け取った。さて、まあ、スライムの楽園というのがちょっと気になるところであるけど、そこになんかメタル系のスライムがいっぱい出てきて経験値上げられるとか、そういう感じかな。まあ、いいや。とりあえず今回はキーがいいのでここまでにしようかなと思います。まあ、次回から本格的に、クリア後の世界を攻略していきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。